こんにちは、黒川静子です。私は京都は伏見桃山駅前で小さな透明水彩画教室を主催しています。他は近鉄文化サロン阿部の近鉄文化サロン奈良、枚方はカルチャーハウス氷が丘で透明水彩画講座を受け持っています。屋外スケッチを趣味にしていて、大阪の鶴見緑地公園を中心に時々いろんなところに出かけてスケッチをしています。今回はスケッチ友達と一緒に奈良県生駒市にあるラッキーガーデンセにスケッチに行きました。このお店は山の高台にあってすごく眺めのいい場所です。広いお庭があって、そこから眼下に生駒市内を見下ろしてご飯が食べれるような場所で、周囲にも自然がたくさんあって、それでスケッチポイントを探して、今回はミニスケッチを楽しみました。スケッチポイントとして選んだのは、そのレストランの下に喫茶店があって、60コーヒーというね、手入れのコーヒーがすごく美味しい喫茶店なんですけども、そこのエントランスが木々が赤色にちょっと色づいて、とても秋の入り口という雰囲気も醸し出してて、とても魅力的だったので、そこでミニスケッチをしました。ミニスケッチというのは、通常はイーゼルを立てて、短くて1時間半から2時間ぐらいかけて、透明水彩絵の具もたっぷり使って、どちらかというと、絵画という感じのスケッチをするんですけども、今回はペンと、あとペンの後軽く塗る、ライトな感じの絵ですね。しかも大きさも、ご覧の通りサムホールサイズって言って、通常の F4 サイズより、その半分ぐらいの大きさのサイズに、1時間弱ぐらいで、スケッチしたものです。使ったのは、このペンはピグマの、3ミリの大きさのペンです。多分一番大きい大きさになるのかなと思ってるんですけども、先がですね、ピグマは2ミリから、平型に、平筆みたいな、ね、形に変わるんですよ。それで縦向けに書けば細い線が引けて、横向けに書けば黒い帯状の線が引けると、そういったペンです。でウォータープルーフ、耐水性になっていて、上から水彩絵の具を塗ったとしても、溶け出さないと、そういうペンですね。それと水彩紙の方はランプライトの、スプリングタイプ、サムホールサイズになります。ランプライトというのは2013年に、ミューズから発売された、まだ新しいスケッチブック、水彩紙で、私は、初心者の方にまず何を使ったらいいですかって言われた時に、ランプライトを教室でもおすすめしています。国産で、他の外国産のものより比較的安くて、それなのにコットン 100% で、品質も良いと。で後でこう取ったりもしやすくて、表も裏も使えるっていう、そういうところがいいですね。というわけで、ペンはこれぐらいで終わりになります。筆を水筆に持ち替えて、着彩に入ります。この水筆ペンっていうのは皆さんもご存知だとは思いますけども、この絵の中に水を入れてですね、その中から必要に応じてこうギュッギュッと絞り出して使うという感じです。
で、まあ、水筆ペンを使った時も筆線が用意できる環境であれば筆線を用意すればいいんですけども、例えば近くに水場のないような環境であったとしても、例えば筆についた絵の具を取りたいとか言った場合、ティッシュにぎゅっと水を絞って、ついてる絵の具を取ってですね、そしてまたフレッシュな状態で、新たな色を取ることもできるし、とにかくさっと描きたいな、でも近くに水道もないし筆線を置く場所もない、そういった時にすごく便利な筆で、こういった、ミニスケッチにはですね、もってこいの筆ですね。最近では100円ショップでも売っていて、セリアとかダイソーとかでは私は見かけたことがあります。まあ、他に画材としてでも数百円で売っていて、やっぱりちょっと品質はそっちの方がいいのかなという気はしています。で、今ですね、首に GoPro というアクションカメラをつけていて、結構揺れるのでね、私はいつも動画をアップするときは2倍速から4倍速でアップしてるんですけども、早回しにするとちょっと酔う感じになるんですよ。なので珍しく等倍速で実際私が書いてる速さで、お送りしています。この手前の木がすごく綺麗だったので、最初にぐにゅぐにゅと塊を描いた後にちょっとその葉っぱの形も付け足して、ぽさを出しているといった感じです。スケッチしているとたまたまここのオーナーがですね、通りかかられて、なんかやっぱりスケッチする時っていうのはここの人に迷惑かけちゃいけないので、できるだけ邪魔にならないような場所を探して、結構街中ではなくても結構気を使って、スケッチするんですけども、もしかしてなんか近くに人が来て、邪魔って言われるのかなと思ったらオーナーでしてね、でオーナーの方は日本と海外と往復して、その生活されてて、それで結構絵に関心がある方で、それで全然歓迎で、逆に結構長時間じっと観察して、いやちょっと見て勉強してますとか言っておっしゃったくださおっしゃってくださって、しかもこのラッキーガーデンで過去にはラッキーガーデンを描いた展覧会とかも開いておられて、でご本人も絵を買いに行ったらめちゃくちゃ高かったんで自分で絵描いて飾りましたとかいう強者で、なかなか理解のある方で、ここで全然描いていいですよって言われて、ちょっと安心したという出来事がありました。で、紅葉ですね、この色づいてたんですけども、下の方にある木はですね、ちょうどオーナーが来て、その椅子いいですねと言われて、立って、実はこうなってるんですよとか言って、私の椅子を見せ、こうやってブラーンと言って、こうやって持ち歩いて、それでバッと開いて座るんですよとか言って、ああいいですねとか言って、結構良かったです。人との出会いはすごく良かったです。はい、こんな感じで、ちょっと皆さんがレストランのちょっと下の道のところでスケッチさせていただいておりました。まあ、ラッキーガーデンの、こんな感じでのところですといった、写真です。まあ、これがオーダーする場所とキッチンになっていて、すごく景色がいいんですね。向こうがすごいズベーンと見えて気持ちよくて、これカレープレートで、こうヤギとかも放し飼いもされていますね。こうやって放し飼いされている場所で食べることもできますよって言って、で60コーヒーっていうのがレストランの下のところにできていて、
ちょっと過去に子供と一緒に、入ったらこんな感じで手入れのコーヒーが楽しめました。それでスケッチは続くんですけども、いつもですね2時間ぐらいで描いたものを当初は10分ぐらいの短さに編集して、YouTube 動画にしてたんですね。でも編集がものすごくどこを切り取るべきかとか考えないといけないので大変なんです。で、それからはただ単に2分の1の速さに、速さを2倍にして長さを2分の1にしただけとかそんな感じで、省略していったんですけども、そういった場合ナレーションに悩むんですね。そんだけ例えば30分ぐらいとか何話せばいいんだろうみたいな感じになってきて、で、いつも私、自分のブログ水彩的生活で時々私の思ったことを感じたことを、アートエッセイという感じで、独断と偏見のアートエッセイを書いているんです。でそれを動画でもしたらどうかななんて思って、今回ちょっと試しに、試しというか今まででもちょっとそういうような内容を話したりとかはしてたんですけども、ちょっとやってみようかなと思いました。で今回は、自分の絵について、私の思ったことを、話してみようかなと思います。で私は、十数年前に教室始めて、当初の頃は、私自身がやっぱりデッサンというのを、頼りに絵を描いてますので、私が描いてる感じが好きで、そういう感じの絵描きたいというふうに思われてる場合は、やっぱりちょっとそういう絵の基本的なことですね、本当に初歩的なことなんですけども、そういうのをまず知っていただいて、それをもとに、それを知ればですねもう万能ですので、ありとあらゆるところに応用ができますので、そういうのを、一生懸命伝えてと思ってて、それであんまり手を入れるとやっぱりその人の絵にならないので、できるだけ、そういう手を入れるのはちょっと控えてと思ってたんですね。で伝えるのは、口とか横に置いてる紙に試し紙にちょっと書いてみるとか、どうしても書いていいですよって言われたりとか、書いてみてくださいって言われた場合は、その手を入れさせていただくっていう感じで、してたんですけども、手を入れるということにちょっとだけ罪悪感を感じながらレクサチャーしてって、できるだけ競おうと思ってたんですけども、コロナ後ぐらいからですねちょっと考え方を改めまして、もちろん本人さんの許可は得てなんですが、いいですかって言って、必要と、もうどうしても必要だったら今回だけは、ちょっとだけ手入れさせてもらいますのでという感じで、結構手を入れさせてもらって説明することが多くなったんですね。でそうすると不思議なことに、そうやって、口頭でとか横に書いてとかで話していた時よりも、ものすごくその伝えたいことが伝わりやすいし、それにこんな風にするのかとか、こんな表現がしたかったんですとか言って、すごく生徒さんがパッと目の色が変わって、それで、逆にですねやっぱり1回っていうのはちょっと厳しいんですけども、自分でもやってきましたとか、自分でも前このように教わったので、ちょっと取り入れてみましたとか言って生かしてもらえることがものすごく増えたんですね。で、手を入れると例えばおんぶに抱っこになって、自分は途中まで描く人って、先生は仕上げる人みたいな感じで、そういう絵の仕上げ屋さんみたいな構図になってしまうかなって、そこを懸念してたんですけども、それが逆に今
実際手を入れて、レッスンレクチャーした方がですね、自立も早まる、上達も早まるということが分かったんですよね。だからちょっとね、このところずっとそんな感じで、レクチャーしてるんですけども、ただ、最初に、皆さんに入られた方には、主従、遠近、そして、最初のうちほど、水分を多く、使うこと、すぐ乾かない水の量で、着彩することっていうのを、この3つを意識して常に、描いてくださいっていうことにして、意識してもらうのは3つだけ、それ以外はその行き当たった都度、指導する、まあちょっと偉そうですね、指導するって、まあ、レクチャーするっていう感じに、しています。で、やっぱり基礎ってね、ものすごく大切で、基礎は大切なんですけど、ただ単にこのデッサンをしなさいよっていう感じで学んでいた場合はですね、自分でハッと気づいて、本当にストイックにやって、いろんなことに気づき、まくれればいいんですけども、なんかやっぱりみんな忙しい中、ちょっと絵を描く時間が欲しいとか、趣味としてで、なんかすごい画家になるとかね、絵を売るとか人気者になるとか賞を取るとか、そういう目的じゃなくて絵を楽しめばいいぐらいの感じの、気持ちだと、なかなかですね、そこまでそのストイックにはなれないものなんですよね。で、そうだなと思って、そのデッサン、その基礎の中でもちょっと親しみやすく、もうポイントもだいぶ書き出して、それを見つけやすくとかって当初の頃は思って、プリントとかもたくさん作って配ったりとかしてたんですけども、例えばそれよりも今のちょっと実際行き当たって、それで、手を入れて、たりとか、まあ、横に書いたりとか、そういったことで、お伝えするっていう方がですね、数倍威力があって、昔から百聞は一見にしかずとか、一目瞭然とか、それとかなんかありましたよね。やってみせ、なんか言って聞かせてさせてみせでしたっけ。なんかそういうの、手本の威力ってすごいんだなって、そういうのを実感してます。そして自分の絵っていうことについてなんですけども、まあよくね、先生が手を入れると自分の絵にならないとかいうことも言われるんですけども、私は、まあ、自分が思ったような絵になるのも自分の絵になるっていうことかなと思ってるんですね。で、趣味の透明水彩画教室をしてるんですけども、まあ、自分の思ったような絵にならないから習いに来てるっていうのもあるのかなと思いまして、まあ、それはその、例えば私が手を入れた時に、こんな風な絵が描きたかったんですとか、こんな風な表現がしたかったんですっていう言葉も事実としてあるんですね。で、自分でやると結局輪郭線に塗り絵を全体的にしたりとか、全部細かく描いたりとか、もう遠くも近くも、同じように描いたりとか、全然その本当はムードを出した絵にしたいのに、全然そんな感じにならないとかね、そのを、打破するのにそれもわからないって、それはやっぱりその人の望んでる絵ではないのかなと思いまして、で、なんかこう
手を入れて、例えばこういう感じですかみたいな感じで、やっぱりその人を見て、私もう生徒数は少、まあ、全体で50人ぐらいとすごく少ない教室をしているので、結構個々に個性を見て、こういうのを望んではるのかなとかで、まあ、もちろん私も創造性を、創造性って言ったら偉そうです、創造性をいっぱいしてですね、察してこうですかみたいな感じで提案するって、そういう姿勢なんですけども、そうするとやっぱりそうですみたいなんで当たる時がある、まあ、あるんですね。で、結局そういう自分の 絵を描くために手伝ってるとか提案してるっていうものもあると思うので、人が手を入れたら、まあ、もちろん人のが描いたっていう、こう物理的にはそれが事実なんですけども、やっぱり自分の描きたい絵っていうのを実現させるために、まあ、一生懸命頑張ってる、そういうのもあるんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと今のやり方で、しばらく行ってみようかなと思ってるんですけども。ということで、まあ、この話はね、もう一つまあ、そのデメリットとか、それ、口だけでねレクチャーできるときとか、ちょっとそのこともひとまとまりあるんですけども、ちょっと動画が終わりそうなので、それは次回にしたいと思います。まあ、絵の方はこんな感じで仕上がりました。で、またちょっとこの後もうちょっと仕上げして、絵が変わってるんですけども、まあ、現場でここまで描けたっていう感じで、一応記念写真をですね撮って、お友達とその後に絵を見ながらですね、お茶をして、それでこの右側のティーなんですけどね、わざわざこんな風にしてね、ずっと注ぎ替えるんですよね。そうするとすごく味が良くなるっていうことで、じゃあじゃあって言ってね、パフォーマンスを見せに来てくださるんですよね。まあ、どうでもいい余談なんですけども、こうやってね、トラッキング、顔をトラッキングするモザイクの方法も画像処理で覚えました。すいません。まあ、ここら辺はマニアックなことでした。ということで、最終的にもうちょっとだけ、暗いところを加えて、こんな感じで仕上がりました。今回もご覧いただきましてありがとうございました。